ファイルのバックアップと復元方法を紹介します。バックアップの方法、ファイル、ライブラリ、ライブラリのバックアップをクリック。楽曲のファイルも一緒にバックアップをします。2、はいを選択します。はいを選択するとバックアップファイルの容量は増えますが、この方が安全です。保存先を選択します。復元方法、ファイル、ライブラリ、ライブラリのリストアから生成された ZIP ファイルを読み込みます。するとファイルが復元されます。 PC を買い替え時じゃなくても定期的にバックアップを取るのがおすすめ。